はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、センタービーフ横浜館内本店さんにお邪魔しております。というのもいろいろとご縁がありまして、ぜひね食べに来てくださいということでお声掛けをいただいたので、もう飛んで参った次第でございます。今回は特別なねチャレンジメニューとかではなくて、通常ね提供しているレギュラー商品なんかを何品かいただいて、最後にねお店さんからお得なサービス情報がありますんで、今回の動画はねしっかりと最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、説明をねこんな感じで早速料理を食べていきたいと思います。一品目がねリブステーキでございます。通常のリブステーキを注文すると何グラム？通常だとシングルですと150グラムですね、うん、じゃあもうダブル、ダブルで。あ、ありがとうございます。早速ねじゃああったかいうちにいただきます。いただきます。うわめっちゃうまそうこれ、やらか。うまっ。もちろんリブなんでね、脂身と赤身の部分のバランスがすごくいいんですけど、脂身がねとにかく甘いし、かつ赤身もねしっかりと肉の旨味があるんで、もう絶対ソースいらない。うんまっ。ではよろしく、うちの自家製生カルピスありますんで、こちらも一緒に召し上がってください。自家製の生カルピスだそうです。普通のカルピスよりもね、なんかミルク感が強いっていうのかな、原液で割るカルピス、あれのミルク強めって感じ。もうめちゃめちゃまろやか、うまい。これでもお肉に合いますね。そうラッシーとかでお肉を食べてるような感覚に近いかもしれないです。まろやかなのとお肉の旨味とめちゃめちゃ合います。このバターめっちゃ、あの買って帰りたい。これめちゃめちゃうまいですね。うん、塩分もちょうどいいですし、これもねほんとミルク感というか濃厚な感じですごい合う。うまい。はい、ということでじゃあ1品目のリブステーキ完食でございます。はい、ということでただいまね2品目到着いたしました。こちらがハラミステーキ、340g だそうです。いやでもめっちゃうまそうに匂いするんですよね。早速いただきます。やらかっ。うわ見えるかな、これめっちゃうまそう。カメラ越しだとちょっと伝わりにくいんですけど、かなりね厚みすごいんですよ。でも一切硬さはないです。かといって柔らかすぎず、ちゃんとねお肉らしいこのむぎゅっとした食感が残ってるんですよ。これ最高にうまい、マジで。はい、ということで2品目完食でございます。はい、ということでこちらがね塊肉のビーフシチューなんですけど、このメニューが店長さんのおすすめみたいでして、これも通常もなんか出されてる、通常も出されてます。あ、通常はそれよりもうちょっと、はい、330g で、330、今日はちょっと特別に 500g で、だいぶ通常でも330でかなり多い、多いですよね。塊でくるんで、早速ねお肉もうまいんですけど、ビーフシチューのルーっていうんですかね、この味付けが
絶妙ですね。ほんのりとした苦味プラス後味にね酸味があるんですよね。この分これだけお肉が大きくても飽きないというか、これめっちゃうまいです。これマジでうまい。お肉なのにもあっさりしてるので、ライスというかはどっちかガーリックライスとかの方がなんかぴったりきそうですね。ありがとう。ガーリックパッタ、ちょっとなんかセガンダみたいですみません。うん。うまっ。ソースもったいないな。はい、ということでビーフシチューで完食でございます。ありがとうございます。はい、ということでお次がこちらの肉増しカレーでございます。これめっちゃうまそうなんだけど、とりあえずね自家製ピクルスをよいしょ。あ、最初にこう来た時に感じてた香りのイメージと全然味が違います。かなりねそのスパイスの香りが強かったので、もっとねこうトゲのあるピリッとしたカレーかと思ったんですけど、めっちゃまろやかなんですよ。ただしっかりとスパイスの辛みとか香りがあるので、こうすごくねメリハリの効いたカレーですね。これすげえうまい。うん。街中の飲食店さん、そのカレー屋さんじゃない飲食店さんで食べるカレーだと思ったら多分ね大間違いだと思う。マジでうまいこれ。うん、いや肉屋のカレーってうめえ。でこれあのピクルスも結構種類が独特なんですね。フルーツが入ったりとかして、酸っぱいとかその野菜特有のさっぱり感だけではなくて、フルーツのね甘みも入ってるんで、これめちゃめちゃ合います。はい、ということでこちらのカレーも完食でございます。はい、ってことでこちらがねあの最後のメニューになるみたいなんですけど、こちらのお店のねあの通常メニューでステーキライスっていうメニューがあるんですが、それのねラスカルスペシャルってことで特別にねあの作っていただいたみたいです。これすごくない？もうめちゃめちゃ贅沢なあの一杯をねいただきましたんで、早速食べていこうと思います。じゃあいただきます。ちょっとたっぷりつけうまそう。またこのバターの感じ方がねあのステーキとちょっと違いますね。鉄板で熱されてるバターよりもバター自体の温度を保ったまんまだとよりねなんか滑らかに感じる。これが丼にめっちゃ合う。これうまい。うん、まっ。ステーキライスでちょっとカメラ越しは伝わらないと思うんですけど、これガーリックライスでも普通のライスでもないやつ。それベーコンバジルライスですね。ベーコンバジルライス。なんか今回ねこの丼に関してはあのお店さんのライスが何種類かあるみたいで、それの3種盛りになってるみたいなんですよ。めちゃめちゃうまそう。バジルうまっ。ね、この卵黄を割っちゃいます。これやばいよね。ラディッシュソースの、これラディッシュ、あ、うまっ。こちらの卓上に置いてあるんですけど、はい、ニンニクのからしラチャーって作って、これもまた結構人気なんですよ。
あ、これうまこれもうまい今までの味付けというか最初からの味付けに関してはおしゃれでさっぱりしてる感じなんですけど、辛味とニンニクの風味が効くと一気になんかスタミナ飯というかガラッと顔色が変わります。これめっちゃうまい。あ、うまあ、これ、うん、なんか今こんな感じまあまあですよね。でもまあまあこうおお、ごちそうさまでした。はい、ってことでね、本日はちょっと5品料理をいただきまして、どれもめっちゃめちゃ美味しかった。でもこうやって5品食べ比べて本当にね、こうやって動画を見てくださった皆様が来た時にね、食べてほしいものばかりでもう全商品美味しかったです。で、冒頭にお話をしていた、お店からのサービスおすすめ、じゃあ発表をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、センタービーフの店長の平山です。ラスカさん、今日は感謝ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。遠い中からね、来たのに申し訳ないです。いや、ありがとうございます。皆さん見てくれたお客さんに、はい、今度は私たちからのサービスとして、先ほどラスカさんが飲んでいた自家製のカルピス一杯サービスいたしますんで、はい、今日の動画を見たって形でお伝えすれば、そうです、はい、動画見さらにです、はい、先ほど最後はい、知らせてくれたラスカル森、はい、こちらに挑戦したい方いらっしゃいましたら前日までの予約になりますんで、はい、うちのお店の方に電話の方で予約してください。あれもじゃあ限定メニューとして出していただける。そうです、11月末まで出しますんで、これもね、ぜひ食べてほしいですね、はい、ぜひとも皆さん、挑戦待ってますチャレンジメニューとかではなくて、うん、特にあの特典とかはないんですけれども限定の予約商品となりますんで、一応ね、あの食べられる方は前日までにお店の方に連絡してね、予約をしてください。本日、営業中だったんですけれども、はい、いろいろと忙しい中、ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございます。改めてごちそうさまでした。ということで、以上、ラスカルからでした。じゃあねー、ごちそうさまでした。